皆さんこんにちは、ブタキムチです。スーパーマリオオデッセイやっていきましょう。オデッセイ号壊れたんだね。だから集めていかなきゃね、パームーンを。これなんだ、なんか光が出てる。てかここさ、3つしかパームーンないの？3つしかないの？これは何これ。あ、電気か。何これ、電線なくても移動できんだ、こんな感じで。へえ。で、何ここ、明らかにボスがいそうな広場。うわー、ドラゴンだ。あ、こいつが敵なのか。こいつからパワームーンを一気に3つもらえるのかな。わー、なんかマリオらしかぬボス。どうしよう、これ何、この輪っか。この輪っかにキャップ、わっ、めっちゃいい隙見せてくれんじゃん。あ、乗れる、よし。で、もう一丁、よいしょ、いいね。なんだあれ、封印されてるのか、何か怖い。わあ、危ねえ。さあ、次は、ここ。結構、大きな隙を見せてくれる。これ、怖いな、でも。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい。はいと。あ、なんか増えてる。はいと。さあ、いける。あと1回かな。あ、増えてる鎖なんで鎖生やしてんねん。おお、すごい、カッターが増えてる。やべえ、これ怖っ、怖いこれ。よし、なんとか避けて、あ、この電撃もちゃんと避けていこうか。ちょっとこれ、おっとと、当たっちゃった。でもこれで終わりちゃうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、これで最後だ。かっこいい。あ、これで3つもらえるじゃん。バナナちゃうか、パームーンかやった、あげちゃう。ここはこういう中ボスイベントやったよな。決闘、イカズチの王。よし、これもらっていくな。ありがとう、わざわざパワーモンくれて。さあ、これでオデッセイ号を直していきましょうか。そうか、やたらね、少ないなと思ってたんだよ。こういうイベントだったんだね。オデッセイ号が治った。よし、じゃあ行きましょうか。次どこだっけ、何の国だっけ。ああ、あのごっつい敵そこでへばったまんまなんやライブの中オデッセイ号は進んでいく。とんでもない生き物がいるもんだね。船が治ってよかったよ。さてさて、これでも呼んでおこうかな。旅のワンポイントアドバイス、平泳ぎ。水の中をもっと早く進みたいとき、水中で L を押しながら Y を押せば素早く泳げます。あ、そうなんだ。だって。そうだ、クッパの 国を調べ直さないと。クッパ城、ついにここまで来たね。なんとしても二人を助けよう。クッパの国、クッパ城。あ、なんか和風な感じだね、今回のクッパ城なんか和装ティーストだよな。左遷入クッパ城。ほら、なんかこいつも和風な敵やし。
ついに決戦だね。これでもう終わりなの？マリオデッセイ。マジか。これで決戦なの？へぇー。とりあえずキャプチャーして、よいしょ、乗って、乗って、はい。なんかいいことある？乗ると。全員。こんなにクリボーいるんやから、なんかあるんやろな、多分。よし。10人のスイッチがあるじゃん。てかここパワームーン何個いるんやろ。一旦降りてゲットして積み上がって塀の上。あれパワームーン何個いるかとか書いてないやん。マジか。電線キャプチャー、よし。中間セーブして、こいつはキャプチャーできる？あ、できるできる。つく、ジャンプ、飛べやせないんだ。しないんだ。飛べないんだ。飛べないんだ。鳥なのに。ちょっと待って、何これ。なるほど。壁を突き刺して、ボヨーンか。すげえ、面白い。なるほど。おー、面白いぞ、これ。おら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 、どんどん突き刺していく。で、あっちの方にご当地コインがある。トミー、もうこれ鳥じゃなくてもいい気がするけど、いっか、もうこれ解除するか。つまんな、ありがとう。面白かったよお前。いや、このキャプチャーはね、本当に面白い。多様性がある。で、電線にキャプチャー。ああ、よしゃーん。これ基本的に一本道みたいやね。なんかあ、怖い、やめて、怖いこいつら。え、これ何？うわマジか、こいつらをかいくぐって。パワームーン頼む。あざーせー。さあパワームーンゲッチュー。トゲトゲを受けて音符集め。こいつなんだ一体。倒さなきゃいけない敵かな。あ、ちゃんと階段にしてくれてんじゃんお前。いい子だなもう。はい、わかりやすい、いいギミックだ。え、ここもパワームーンゲット。これ何個いるかとか書いてないね。潜入クッパ城。あ、開けてくれ。攻略花火爆弾。どこまで続くんだろうね。まあこれぐらいじゃ無理なのは分かってたけどさ。よいしょ。で、ここにキャプチャーがある。電線の、あ、でもこっちなんか行けそうだね。こういうとこにねパワームーンがあったりするから怖いんだよなこのゲーム。よいしょよいしょよいしょ。あ、ご当地コインじゃん。あ、転がっちゃった。やっちまった。なんで俺は転がったんや今。ミスった。またこいつ倒さなきゃいけないの。やったー、もう。あ、いいやん倒さなくても。あ、階段ができてる。よいしょ。でもこっちはやっぱり怪しいから登ってみようか。あ、危ねえ。先にとりあえずご当地コインを取って転がらないように気をつけないと。なんかクッパのコスプレとかできそうじゃない？ここで買えるコインで、ここで買えるっていうか、ここで取れるコインで。
なんかほら怪しいポイントあるぞ。あんなところにもいかにもなやつがいるし。え、待って、それコインだけ？嘘だろ。え、嘘、違うやろお前。 もっとなんかあるやろ。これ何？あ、マジか。なんか穴が開いてるから突き刺してみたら。ツンツン、白塗りの壁。さあ登って帰りましょうか。刺してジャンプ、刺してジャンプ、刺してジャンプ。よし。なんかこういうスマホアプリあったよね、なんか忘れちゃったけど。なんか鳥のさ、ボヨーンって飛ぶやつあったよね。あのコインはスルーしていきましょうか。ご当地コインがあるってことはショップがあるんだよね多分。でここで一旦セーブして、これなんで大砲か。でこいつにキャプチャーしろと言わんばかりので、これなんやろ。あ、つくのか、なるほど。この中に埋もれてんじゃない多分。じゃあこっち、惜しい。惜しい。ちょっと待って、はい。さあハート、あ、あそこにもあるやん。あ、これ大丈夫なの？熱いよね、やっぱ。そうだよね。よし。あ、これで2個目ゲッチュー。見えに見えに。はい。はい、ないのかこの辺。じゃあこれいっか、このままいくか。おっと危ね。この中にありそうやけどな。あ、あった、なんかもう一個あった。これで3つ目。あれ、あ、ちゃんと穴開いてる、すごい面白い。で、この辺に隠れてんのかな。よいしょ。あ、1個発見。よし、この調子でもう1個ないかな。よし、あ、穴刺すところあった。はい、あ、やべ、ミスった。よし、あれ、パームーン、普通のパームーンが出てきた。マジか。あ、ちっちゃいパームーンのかけら、あと1個どこにあるんやろう。あと1個が見当たらない。壁のあっち側登れる？普通のひよこがいる。あれ、え、ないんやけど。え、ないんすけど。まだ穴開いてんじゃん。あ、あった、紛らわしい。いて、
避けて、よし、これで5つ集まった。よし、これで次の扉が開くかな。攻略、花火爆弾。いいね、着々と進んでいる。決闘、ブルーダルズ。お、ついに最後の戦いか、ブルーダルズの。はいと、キャプチャーして。何ここ、最後の休憩所みたいになってる。なんか変えるかな。まずはご当地コインの方。あれあれじゃん、八頭身の人やん。おい、こんなん変えるんや。でもあれやな、足りひんなコインが。マジか。こっちはなんかそれらしい気分のものない。あ、パワームーンあるじゃん。そうか、あとコインが4つあれば、あのなんか何、甲冑のやつが買える。さあ行きましょうか。あ、ブルーダルズとの戦いはこれで最後かな。クッパ城本丸。残り2人。キッキッキ、ボスの言っていた通り本当にしつこいやつだな。お前仲間2体倒されてんねんぞ。ブルーダルズの名にかけて今度は本気だ。かかってこいよ。あー、こいつね。はい、巡って。あ、正直お前が一番ザコいよ。ブルーダルズの中でお前が一番最弱だよ。これ帽子で、帽子はじける？あ、いけるやん。これ簡単じゃん、そしたら。はい。はい。さあ、ハートゲッチュしおいて。はい。はい。はい。あれ、いけ。なーに、その攻撃。あったっけ、そんなの。不明ね、これ。立体視ができないからね、難しい。よいしょ。あ、着々と消していく。いてー。はい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 。いてー、もうそれ。そんな攻撃あったっけ。いていていて、怖い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 。はい、勝利。え、2体連続で来る感じ、もしかして。あ、1個破壊した。あ、なるほど、向こう側なんだ。そういうことか。でもこの体力で行くのはちょっと心もとない気もするけれども、どうしようかな。行こうか、もういいや、行っちゃおう。わざわざ船で来るんや。2匹まとめてかかってきたらいいのにな。あ、かわいいウサギ。あ、かわいいやつだ。こいつ、鉄球使うやつじゃなかったかな。うん、結婚式はもうすぐ執り行われるら。ボスはこの先の天女に行けよ。あんたたちは結婚式にお呼びじゃないってば。あれ、こんな帽子かぶってたっけ。あ、そうそう、鉄球の子だったよね、確か。ね。そう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 。結構殺意高めの鉄球の子。直接攻撃でいいんやろか。多分これ弾かなきゃいけないね、これ。何そのすごい鉄球。あ、いいね。で、帽子が取れて逃げてる。踏めない。よし、
体力1しかないからな。あとこのブルーダルズの中でもこの子は普通に可愛い。でっかい爆弾つけてくるまで待ちましょうか。多分そうだよね。ほら来た。よし、あ、これで踏んでいく。次で最後。はいはい、よいしょ。まあこんだけマップが広ければ十分でしょう。よいしょ。でここもよいしょ。なんかいや全然的外れないとこ。ラーっつってんな。よし、はい。お前は可愛かったよ。あ、これで黄金のクッパ像が破壊される。風神と雷神を模してるのかな。激闘ブルーダルゼ。決戦クッパ城。いや、ブルーダルズともう今ので終わりか。なんか寂しいような気もするね。さあ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 、とりあえずいよいよ本丸、あそこのセーブポイント行きましょうか。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はいよいよクッパ戦ですかね。うん、これで最後なのかな、よくわからない。うん、まあ、いや、とりあえずこれで終わりにしましょう。じゃあねー。